どうも、素敵な山の話です。今回は初めての登山用テントの選び方です。現状素敵には海外メーカーを含め5つの登山テントの使用経験があります。使用時期はオールシーズン、使用用途はキャンプから冬山登山までです。私的な結論を先に言ってしまうと、購入すべき初めての登山用テントはアライテントのエアライズ2です。結局それかよと言われてしまうと元も子もないのですが、今回改めて各社のモデルやその他要件を比較すると、どうしてもエアライズを超えるものが見つかりませんでした。いつもの流れとは異なりますが、この後はなぜエアライズが選ばれたのかを具体的に3つの項目で説明をしていきます。優先すべき3つの項目。1つ目は汎用性があるか、2つ目は耐久性があるか、3つ目は拡張性があるかです。1つ目の汎用性とは、オールシーズンのテント泊登山に使用可能ということです。重量は 1500g 前後で、テント本体はメッシュタイプではないことも重要です。あえてエアライズ1ではなく2にしている理由は、この先2張り目、3張り目と必要になった時、 UL ソロテントなどが候補に入ってくるためです。さらに2人用にすることで誰かと登って利用する際にもメリットがあります。2つ目の耐久性に関しては、他社で同じような構成で軽いタイプも出していますが、軽さイコール素材の薄さということになります。テントをすでにお持ちの方はお分かりいただけると思いますが、思っているよりもテントは破損トラブルが発生します。特にバスタブ部分やポールは状況によっては過度な負担を強いられます。やはり余裕を持った強度と万全なリペア体制があると安心です。3つ目の拡張性ですが、エアライズシリーズは別売りの大型フライ、スノーフライ、メッシュテント、各種リペアパーツの個別販売等、日本で販売されているテントメーカーとしては最も拡張性のバリエーションが広く、他社では不可能なアフターサービスを実現しています。前回の動画で登山道具の選び方には主張の考え方が必要というお話をしましたが、まずエントリーの段階の主では道具のベーシックな考え方を知っていなければなりません。もし飛び抜けた精神力と肉体的能力を持った方であれば、極論初めからテントは不要でファイントラックのツェルト1を購入すれば解決します。ただ現実的にエントリーの方が初めからツェルト1を使用すれば、二度とテント泊をしないか事故が起こる可能性が出てきます。つまり先ほど挙げた3つの項目以外の内容を重視するケースは、シュハリのハやリの段階に入った方が考えるべきです。もしそれ以外で悩んでいる場合は、ほぼブランド名やデザイン、価格の問題ということになります。これに関しては私的にコメントしようがありません。ちなみにシュハリのハはご自身の登山スタイルが決まっている方です。リの段階はアスリートのような誰も成し得ない挑戦に挑むようなレベルの使い方をすることと私的には捉えています。ではこの後は皆さんが疑問に思われているであろうテントの補足説明をしていきます。一つ目の疑問は、なぜ非自立式ではなく自立式タイプを選ぶのか。テント泊初期の頃は設営後に何かとトラブルが起きるものです。夜中になってからフライがゆるゆるになるとです。こういったトラブル全般に対して自立式はとりあえず自立した状態が保たれます。非自立式の場合は何かあればテントが潰れてしまうため
テント泊になれるまでは不向きな構造です。2つ目の疑問は、なぜシングルウォールではないのか。シングルウォールは設営は確かに楽です。ただ結露の問題が大きく、初めの頃のテント泊に大切な快適性が犠牲になります。それを踏まえて指摘には、以前ベンチレーションが多くついた海外メーカーのシングルウォールタイプを使用したこともあります。結果は結局結露は発生し、なおかつ空気が異常に流れるため、気温が低い状況ではかなり寒くなります。これと同じ理由でテントがメッシュタイプであることも NG となります。3つ目の疑問は、ではいつシングルウォールテントは使うのか。まず登山でシングルウォールテントを使うメリットとしては、冬山やアルパインクライミングのような状況です。デザインも2ポールのクロスフレームのドームタイプ以外は現状あまり意味がないと考えています。強い耐風力と設営の簡単さ、そして軽さ、どのメーカーを調べても1人から2人用のシングルウォールのハイエンドはこのデザインです。すでにデザインが完成しているため他のものが生まれないということなんでしょう。このデザイン以外のシングルウォールはあまり標高の高くない場所での利用か、海外では行っているような大平原の俳句用だと指摘には判断しています。4つ目の疑問は、海外メーカーのテントはダメなのか。結論から言えばダメではありません。ただ4つのポイントで妥協が必要です。まず1つ目は、同機能で比較すると価格が割高。2つ目は、加水分解が3年から5年でほぼ発生する。ちなみに私的な経験上、エアライズは10年ぐらい持ちます。3つ目は、リペア対応がない、または限られている。4つ目は、ほとんどのモデルが日本の山岳環境に合わせて作られていないということです。このデメリット四天王を受け入れられれば問題は解決します。ただし過去私的にはこれを受け入れ、海外メーカーのシングルウォール1針、ダブルウォール1針を使用した立場として、他の道具にお金をかけた方が良かったなと反省はしています。今回の初めての登山用テントに関しては、アライ以外でもモンベル、ヘリテージ、 HCS と日本のメーカーの同規格のモデルであれば、本来どれを選んでも間違いはありません。あくまでも価格を含めた先ほどの3つの項目の結果で選んでいます。ただ本心は、アライテントのような本当にすごいメーカーにはいつまでも残っていてもらいたいという思いもあります。今回はエアライズシリーズを3針使用している立場の意見として参考にしていただければ幸いです。今回も最後までご視聴ありがとうございました。次回は大型リュックのお話です。ではまた次回の動画でお会いしましょう。